では、はい、デザインの方していきますね。ちょっと目を閉じてもらって、どうこのぐらい、ちょっと広すぎる、いや、広くできるのであれば広い方が嬉しいです。ちょっとじゃあ広い目やってみますね、はい、ここら辺でここ見といてください、はい、目閉じます、ね、方が、うん、素晴らしい素晴らしいです、良くない します。はい、レジ袋は必要ですか？はい、ありがとうございます。いただきたりまーす。施術が終わって帰ってきました。手術が終わって鏡に見させていただけるんですけど、もう見た瞬間二人がすごい嬉しくて、なんかもう自分がこうなりたいな、ああなりたいなって思い描いてた二人の理想通りだったので、
本当に嬉しかったです。なんかもう鏡見た瞬間、待って2人だと思って、本当にやってよかったなと思いました。で、からずっとルンルンで、もうほんと何してても楽しいです。やっぱりなんかそうやって今アイプチとかで悩んでる方とかいたら、もう本当に絶対に施術はした方がいいなって思いました。こんなに毎日楽になるんだとか、あ、こんな自分が見れて嬉しいなとか、いろいろ思うこともあると思うので、とこの動画を見てちょっとでも埋没に対してのザ手術っていう印象とかを全部なくしていただいて、もう二重にできるんだっていうのを、あの、本当皆さんに分かっていただきたいです。本当に。Everything, everything, everything I touch will break. And every day, every day you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow.